長野県須坂高等学校は長野県須坂市須坂にある県立高校。略称は須坂。1923年に旧成果三田海中学として開校。須坂中学、須坂西高等学校を経て現校名となる。水泳が大正期より盛んで当時からプールがあった。2001年に旧第二通学区第一通学区に変更。 合心商談を念頭に初代校長が作成したとされる。授業時間は1コマ50分、週31コマ。高等学校における教養教育を標榜している。学校行事としては入学式、卒業式、マラソン大会、修学旅行、クラスマッチ、校歌コンクール、林道祭などがある。クラスマッチは春と秋の2度あり、両方とも2日間にわたっている。 部活動も展開されている。2018年より月曜日はどの部活動も休みとなった。2020年より1月から3月の間は木曜日も休みとなった。2007年度から県内で初となる進学対応型単位制、全日制普通科高校に転換することが同校から教育委員会に報告されていたが、2018年度に廃止され学年制に戻る。 竜文化祭は4日間行われる。毎年、半年をかけて、巨大な竜が生徒たちにより制作される。竜は、設計図とともに、五夜祭において弓道部の冷やにより燃やされるため、毎年、新たに設計図から掘り起こすことが必要となり、竜の様相は年度ごとに変化を遂げている。また、クラスごとに寸劇と合唱を披露する。2006年には、 NHK 人間ドキュメントで紹介された、宮間林道の花びらに、高カの文字、ありがとうございます。